はい、皆さん、こんにちは。2018年4月の7日、15時13分です。よろしくお願いします。買い物行きます。買い物行きましょう。はい、エルビン渡つ。そのサムネよく拾ってきたね。キモいの来たよっつって キモくないよ。あんな気にしたら負けだよ。おたあみいらっしゃい。よいしょ。じゃあ行きますか。キモくないよ、綿あめは。買い出し、買い出し。おい、金魚鉢いらっしゃい。オッケーかな。じゃあ、のんちゃん行ってくんね。お留守番頼むよ。100均と郵便局どっち行こうか、さっき。行ってくんね。100均と郵便局どっち行く？両方行かないといけないんだけど、逆方向なんだよな。先にどっち行こうかな。はい、わたつ。どっちから行こうか。郵便局、遠い方から行こうか。今日は天気悪いね。なんでこんな画面暗くなんだろう。はい、わたつ。
今日東京はそうでもないかな。今日はまあ涼しい方だね。東京はそんなに暑くないかな。はい、ワドツてるの珍しいかな。いや、リスナーさんにこの T シャツ郵送するやつのさ、郵送のパックがもうないから買いに行かないと。待っててくれてるから。早く送ってあげないとかわいそうじゃん。弾丸塾のことは言うなと言われましたが、それなら弾丸塾のスタッフってつかないことがいい。いや、何でもかんでも喋るのがスタッフだと思ってない。面白い番組作りたくてやってる感じですね。どんな人にも喋りたくないことと喋っちゃいけないことはあるぞ。
タッフの俺が何でもかんでも知ってるわけではないからね。別にいい人ぶってねえよ何がいい人ぶってんの、普通に話してるだけじゃん。なんもいい人ぶってない、普通に話してるだけだよ。
結束バンドまだ買ってないよ。ていうか昨日の話じゃないの、結束バンドって。カレーありがとう。まだ買ってないね。学園に人だかりが、なんだろう、男ばっかりだな。何のイベントだろう。知ってる人いる誰か。なんでこんな人いるんだ。なんだこれ。人がすげえな。みんなスマホ見てる。なんだこれ。スマホ見てる。ポケモン GO かな。
買ったよ。お待たせ。買いました。レターパックゲットです。じゃあ100円均一いきますか。今度は。レターパック10個と切って10枚。いい感じです。100均いこう、100均。結束バンドと電球、郵便局ここ新宿で一番でかいから混むんだよね。そう、15分ぐらいかかったね。混んでたね。ごめんね、結構時間かかったわ。混むんだよね。ましてやほら土曜日だからさ、ここしかやってないから今日は。もう多分地方の人がさ、田舎に荷物送るのに並ぶんだろうね。窓口それでも10個ぐらいあるんだけど。混むよね。これさ、コメント欄のところ黒にしてみたんだけど、みんなも黒になってんのかな。配信者が黒に設定するとみんなも黒になるの。でもみんながみんなの設定なのかな、これ。コメント欄黒くしたんだけど。黒くなってんだ。体重何キロぐらいまで落ちそうかな。ダイエットしようと思ってさ、体重どれくらい落ちそう。
原価原価言う人、商売どうなんだろうね。物を買ったことがない人かな。生きるにはお金を稼がないといけないんですよ。でもタダでやってくれんだったら世の中もありませんよ。販売でも赤字なんて僕は一言も言ってないですね。言ってないですよ。はい、ワード2。ヒルトンホテルのバスめちゃめちゃかっこいいんだけど。なにこれ、黒いバスかっこいい。かっけー、ヒルトンのバスかっこいいね、白黒で。外国みたい。いいな、このデザイン。高級感あるね、白と黒は。センスあるわ。
い、また来てね、また雨。行ってらっしゃい。晩ご飯何しようかな。カツカレーがいいね。ね、食べたことないの？何食べてみたい。カツカレー食べたことないの？おはよう、母さん。おはよう。今起きた？うわ、すげえ自転車、何あれ、すげえ2階建てみたいな自転車走ってる、すげえ、何あれ、え、何あれ、やばいんだけど、やばくない、あの自転車、何あれ、よく運転できるな、なんだあれ、すごい、あの人2階建てみたいな自転車乗ってる、何あれ、なんであんな乗ってんの、倒れるよ、やば、
次はね、結束バンドと電球2つを手に入れましょう。結束バンドと電球2つ。100均かな。すごいもん見たな。えぐいね。元気ない？そんなことないよ。元気だよ。元気元気。そう見える？朝。そうかな。全然元気だよ。
暑いなぁ、しんど。めちゃめちゃ暑いわ。暑いなぁ。今日土曜か。コラボって何？いや、ご飯おごる。ご飯おごる？俺お前と飯食いたくないんだけど。コラボって何？こっちに来んの？新宿に？いつ？何おごんの？飯おごるんだったらギャラ出してもらいたいんだけど、そっちの方がいいんだけど。何のコラボ？ふわっちのコラボ？いくらなの？なんでもいい。いや、飯じゃなくてよくない？だったらギャラ出してよ、ギャラ。今俺映画撮るために金必要なんだよ。
金稼がないとメイクマネーしないといけないから。ふわっちコラボ、じゃあギャラくれんならいいよ。ギャラくれんならいいよ。何それ、リアルで会うコラボ、それともコラボ機能。腕相撲はいいや。いや、ギャラ出してくれんなら全然コラボするよ。リアル？山田部長っていう人知らない。じゃあ LINE に何時間拘束でギャラいくらか、どこでやるのか全部企画書出して。飯おごるとかやだわ。金額と内容を見て返事するよ。やだよ。だってただで売名させても意味ないもん。仕事でやってんでしょ。それで花火酒奪われたとかさ言ってる、揉めてる例とか見てんじゃん。俺にメリットないもん。イライラしてないよ全然。俺は食っていくために必死なんだよ今。やることあるから、その時間お前に割くんだったらギャラ埋めてくれよ、補填してくれよ。条件あったらやる、合うから。変な女配信者に月数万花火投げてるぐらいだったらちゃんと仕事として依頼してよ。仕事として、それだったらちゃんとしっかりこなすから、その方が良くない？お互いにメリットあるでしょ。じゃあちょっと買い物するわ。一旦画面切ります。